ソルジャーが何だってうちらの仲間になるの？その人キャリアを捨てるわけ？名前なんだっけ？元ソルジャーだとよ。ああ、名前はクラウドストライフ。
武装路線で行くとなればプロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。ちょっと面倒くさいやつかも。見た目がいいから許す。始まった。まずは顔、基本でしょ。どうせ俺は基本がなっちゃうね。っていうか出場種目が違う。もういい、それ以上言うな。例えるなら。例えるな。クラウドさん、頼っていいっすよね。ただの金目当てならここまで来ないっすよね。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちと。興味ない。ウェッジ。高い金払うんだ。がっかりさせんじゃねえぞ。
任せた。足止めのつもりか。泣く子の腕さえひねるソルジャーといや神羅の番犬、マコーロは初めてじゃねえんだろ。俺をマコーだまりのブリッジまで案内してくれ。教えたくねえってか。神羅に未練たらありじゃねえか。中堅スタンプかよ。拒否したって意味ねえぞ。もともとお前抜きで立てた作戦だ。マコーロは建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだが、なんとかなるだろう。待ってて、今ビックスが扉を開けるから。せかすなよ。おい、ロック解除。観念しろ。こっちのセリフだ。
は一人、焦るなよ。集中したら、ゼラッグ。ここまで。研ぎ澄ます。お待たせ。さっさと行くぞ。その声響く。集中しろ。パスコードの情報は分派の同士が手に入れたの。あ、分派はこっちか。活動方針で揉めちゃって。はい、ロック解除。気張っていけ。後ろは任せてくれ。こっから先は警戒がさらに厳重だ。ヘマすんなよ。エレベーター下に行っちゃってる。そこのボタン押して。ティファの知り合いでしょ。好奇心むき出しで聞くけど、どんな知り合い？俺たちは。おっと。このネズミどもはアバランチを名乗っているようです。とはいえ、かつてプレジデントの命をつけ狙ったあのアバランチとの関係は不明。現在調査中ゆえ、今少しのご猶予。うん。てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時も、このバカでかいポンプが魔鋼をガンガン吸い上げるわけだ。休みなく容赦なくよ。お前、魔鋼の正体を知ってるか。魔鋼はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことは、このまま吸い続けたらどうなるよ。星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。あんたには聞こえるのか。おうよ。医者に行け。うん。あ？てめえ！星の未来より5秒後の自分を心配するんだな。あんたの悲鳴なんてゾッとする。ここからは慎重に行く。少しでもおかしな動きをしやがったら容赦しねえ。中距離連射型の警備兵器ね。クラウドの件じゃ苦戦は必至。うるさくても我慢してね。
がっかりさせるなよ。警備システム稼働中だ。情熱的な眼差しだと思わない？見つかったらやけどじゃ済まないよ。どう進めばいいか知ってるよね。レーザーは一定間隔で明滅する。消えたタイミングを狙って進む。さすが。じゃあまず私から。スリルが大好物なの。おい、その綺麗な目にしっかり焼き付けてね。
通称スイーパー。ヘマしたらお掃除されちゃうかも。その前にスクラップにしてやる。ただの鉄くずだろ。ここが魔鉱炉の中心。あそこに爆弾を仕掛けるの。ここから降りる。近いぞ近いぞ。魔鉱でも乗せ替えるぜ。気づいたか。やるか。長年の夢が叶う喜びだ。ここを降りたらいよいよだよ。鉄鋼はここで失う。出しゃばっちゃうね。そっちじゃない。はしごで降りて。あれ、私といたい。でもほら、本命の魔鉱炉が待ってる。早く行ってあげなさい。あれ、私といたい。でもほら、相手にならない。連携しよう。頼られちゃうな。おらおら。そこが見えねえ。落ちたら星の中か。すぐに魔道路が吸い上げる。浮かれている暇はない。もきっと喜べよ。
さーて、シンナが送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおうか。爆弾はお前がセットするんだ。ティファの連れってだけじゃ信用できねえ。仲間になりてえなら。何度も言わせるな。俺は雇われただけだ。だったら黙ってやれよ。問題ない。タイマーはどうする？お前が決めろ。自信あんだろうな。ついていけ。腕が鳴るぜ。近づきすぎて自爆するなよ。どかーっと落ちまき通らねえ。こら勝ってーなー。よっしゃー。反撃だ。一気に片付ける。Give me
不運を恨んだ。分かってるって。だったらさっさと隠れろ。あのサソリに連れてやる。急げ、脱出だ。ウェッジが逃げ道を確保してる。全力で戻れ。消えろ。
くここから出ねえ。眠らせれば。そっちは任せる。おう、任しとけ。いや、そっちか。よって肉打ち。やった。覚悟はいいか。まだまだ。一気に叩き込む。叩き切る。解除。
迫真の演技だったよ。全員いるな。怪我はねえみてえだな。爆発が派手すぎねえか。爆弾はレシピ通りに作ったはず。でも気化した魔鋼が反応してるのかも。これは町まで行っちまったかもな。町より星だろ。星の命ちょっとは伸びたかな。そうじゃないと困る。さあ外に出よう。ここ八番街でしょ。まだ先っす。よし先導してくれ。了解っす。あちこち漏電してるっすよ。気をつけて。ああ鉄臭い錆臭い。新鮮な空気かも。この鼻腔を切り裂く酸っぱい匂いはなんだ。だ、俺か。変な汗いっぱいかいたからな。腹まで揺れたっす。爆発止まらねえな。潰されちまう前に出るぞ。魔鋼濃度、触媒、まさか火薬？ジェシー、後にしようぜ。はあ、お腹がグーグー泣いちゃって。アジトまで我慢してろ。次はお弁当持ってこなくちゃ。ウェッジ、まだ？もう少しっす。あの辺りから出るのがいいっす。じゃ、爆弾仕掛けるから離れて。待ってろよ、マリン。待ってろよ、シャワー。セット完了。邪魔者はコッパみじん。さあ行こう。緊急事態発生。緊急事態発生。こちらは死んだカンパニー危機対策本部です。一番魔鋼炉が何者かの攻撃を受け爆破されました。現在も断続的な爆発があり火災が発生しています。1番街および8番街は警戒区域に指定されました。この辺りは建物の倒壊の恐れがあり瓦礫やガラスが落下する危険があります。8番街にいる。予想以上。こりゃいくらなんでもやりすぎっすね。今さら何を。ああその通り。俺たちはこの先ももっともっと魔鋼炉をぶっ壊す。
星の命を救うためにな。だよな。覚悟を決めて始めたことだ。まだ始まったばかりっす。俺たちの活動は星を救う。そのために必要な犠牲は払う。ああ、星だけじゃねえ。お前らの悲鳴が聞こえるぜ。はっ！上等だ。全部俺が背負ってやる。不安、疑問、悩み事、それから報酬もまとめて俺に追っかぶせろ。うん、でリーダーどうするよ。計画通りだ。全力で逃げる。ステーションから最終に乗り込む。一旦ばらけて貨物車に集合。じゃあ後で。おい、約束の金は？アジトに帰るまで作戦だ。回復マテリア、当然だ。あげる。助けてもらったお礼。仕事のうちだ。礼はいらない。いいからいいから。おかげで今私はここにいる。生き延びるのは運がいいやつか強いやつだ。あんたがどっちかは知らないけど。しみる。これはもらっておく。使い方は知ってるよね。俺を何だと思ってる。ちゃんと使ってね。それからこっちは新入君の度胸をたたえてスリル満点のご褒美。じゃ貨物車で。
瓦礫は落ちてこないから。負傷者1名、自力での歩行困難。担架を頼む。あまり待てない。病院に連れて行きます。もう少し頑張って。瓦礫さえなけりゃ駅まですぐなんだ。に連れて行くから、もう少し頑張って。7番街からの応援がそろそろ来るはずだ。そうすれば。ああ、頼む。平気なの？
きは無事か。言えない。あんたは死んだ。ほう。俺がこの手で。もちろん覚えていると思う。我々の大切な思い出だからな。さてクラウド、お前に頼みがある。この星が死のうとしている。悲鳴も上げず、静かにゆっくりと私たちの星が消えてしまうのだ、クラウド。母さん、星が死ねば、このあでやかに燃えるお前の故郷が消えてしまう。息子だけは助けてくれと泣きついた女の声、切り捨てた時の感触さえ消えてしまうんだ。我々をつなぐ絆の喪失は、私自身の死よりも耐え難い。なあクラウド、力を貸してくれ。何？簡単なことだ。クラウド、走るんだ。逃げて、生き延びて。ふざけんな！いいぞ、それでいい。私を忘れるな。幻覚か。魔鋼に近づきすぎたな。さあ行くぞ。
足が震えて。殺されたのか。列車に間に合わない。恋人が先に駅に行ったはずで。ギリギリで助かった。おかしくなりそう。揺れて、すごく揺れて。犯人はどういうつもりなの。こんな時は深呼吸よ。駅に行きたいの？講座で聞いたの。そこの路地を抜けた先の建物の屋上を通り抜ければいいわ。簡単に言うなよ。こっちは無理だな。私たち何か悪いことしたの？してない。こんなことは許されない。子供が駅にいるの。なんでだよ。なんでだよ。島内の高速道路およびその高架下からの退避命令が発令されました。速やかに高速道路から離れてください。また和歌山の高速道路は高速道路で火災が多発しています。姉さんが助けてくれるよね。こちらは日田甲板北大学ホームです。八幡内の高速道路およびその高架下からの退避命令が発令されました。速やかに高速道路から離れてください。また魔法炉の爆発に伴う大きな揺れの影響で火災が多発しています。室内は危険です。予想以上か。速やかに高速道路から離れてください。また魔法炉の爆発に伴う大きな揺れの影響で火災が発生しています。どうしよう。危険です。建物の外に避難してください。この世の終わりだ。ひどいな。こちらは新車販売。おもちゃ取ってきていい？ダメ、ここにいて。後で取りに帰ってこれるよね。ああ、大丈夫だ。やばいぞ。せめてこの子たちだけでも先に。全員一緒に逃げるんだ。お父さんとお母さんも一緒に。
お前には誰も守れない。自分さえもな。大丈夫？大丈夫？ああ。お花、どうぞ。花？うん。お礼、追い払って助けてくれた。何の話だ？じゃあ出会いを記念して。面倒だな。聞こえてますけど。いくらだ？値段は相手見て決めるの。あなたはただでいいや。え？花言葉は再会。警告しておこう。俺は強いぞ。うん、そんな感じするよ。脅しには屈しない。ああ、怖いお兄さん、脅しに来るとか警戒してる？ないない、そういう心配しなくていいから。魔航路が爆発したんだ。あんたも今夜は店じまいして。
異常なし。やれ、終わりだ。貫く、仕留めるじゃあ。一気に叩き込む。消えろ。マル。探せ！絶対に逃がすな！
ターゲット
確認、後転する。じゃあ、バカ、終わったな。かかれ、集中していく、見極めて消えろ。おい、その件は
クラウドさん来なかったっすね。そんな顔するな。あいつはきっと無事さ。あの身のこなし見ただろ。ソルジャーってのはやっぱりただもんじゃない。うん、本気で誘わない？ちょっと待って。心配したじゃねえか。あ、何してやがったんだ。あ、治安維持部隊がうろついていたからかき回してやった。連中を駅から引き離せたはずだ。余裕な。頼りになるだろ。ふっ、おう、け、待て、一つ聞きたいことがある。あ？見えない敵を見たことはあるか？あ？ローブを着た霧のようなやつだ。それ見えてるし。突然見える。おそらく接触がきっかけだ。神羅の新兵器？ビビって幻覚でも見たのだろう。もういい。聞く相手を間違えた。車両を変えんぞ。混んでるっすね。貨物車なのに。避難命令のせいか。運が回ってきたな。発電外ステーション発。到着までに先頭車両に集合。7番ダイヤ駅。この列車は1番マコーロ爆破により避難用特別ダイヤで運行しております。車内混み合いましてご迷惑をおかけします。ちょっと聞いていいか？あんた、ああいう状況には慣れてるのか？さっきの駅前とか八番街とか。ソルジャーだからな。俺は足が震えてる。やばい。そのうち慣れだといいけどな。いや、いいのかな。いい加減にしてほしいな。犯人はどうなったのかしら。財布、うん、ちゃんと。ああ、お前、みんなピリピリっす。当然だろう。クラウドさん、俺、罪の告白なら他でやってくれ。うわ、厳しいっすね。三番街に逃げたかったのに。誰があんなことしたの？なんかくすぐったくせ。気のせいか。いい加減にしてほしいな。弟たちに話してやるんだ。娘が八番街に住んでいてね。犯人、神羅が捕まえた？ウータイが絡んどるのか？すごく燃えてた。反神羅勢力って噂は知ってるわ。死ぬかと思ったが、なんとか助かったようだ。クラウド、SOS。冗談やめて。ドキドキが止まらないの。やっぱり八番街の被害が大きすぎる。わけがわからない。気化した魔鋼が誘爆を起こした。そう言ってなかったか？最初はそう思ったけど、魔鋼炉はそんなこと想定内じゃない？見えない敵がいるって言ってたよね。ああ。ダメ。他を疑うより先に自分のミスを検証しなくちゃ。そう、そうしないと進歩しないのよ。クラウド、聞いてくれてありがとう。
魔鋼炉を爆破するなんて迷惑な連中ですね。公表されていないが、犯人は十中八九アバランチだ。昔からうちのプレジデントを付け狙ってた連中ですね。シンラにたかるつもりか。おい、適当なことを言うな。アバランチの目的は星を救うだろ。何なんだ君は。星を思う善良な市民。はあ、どこが善良。殴られるぞ。あの爆発は悪党への警告に決まってるじゃねえか。星の命を搾取する悪党へのよ。悪党の名前はてめえらはよく知ってるよな。私らは暴力なんかに屈しない。何があっても変わらない日常を送ってやる。これが新列車員の戦い方だ。意義なし。これぞ新な魂。ケン、いっぱいいっぱいじゃねえか。悪いか。いつだって精一杯生きてる。引きましょう。ちょっと話そう。新しい仲間にはこれを使って説明するんだ。知ってることばかりだろうけど、儀式だと思って聞いて。何度も言ったはずだ。俺は否定ばかりじゃいい男が台無し。ほら見て、魔鋼都市ミッドガルのフレームモデル。地上300メートルに持ち上げられたプレートと呼ばれる鋼鉄の大地、その上に整備されたピカピカの都市。魔鋼炉で作る電力が住民たちを無敵の消費モンスターに変えてしまった。まもなく ID スキャニングエリアを通過します。これは列車の運行ルート。メインピラーの周囲を螺旋状に線路が走っていて、ほら今はちょうど中間地点。 ID スキャニングエリアはここにあって、乗客をチェックするわけ。生年月日、居住許可区分、懲罰、私たちのことを何でも知ってるデータベースで紹介して、主に治安維持に役立てる。ほら来た。ID は偽造だから安心して。ね、腕によりをかけたんだから。地上まであと少し。ほっとしない？見ろよ、あの腐ったピザのせいで下の人間がどんなに苦しんでることか。神羅がどんどん幕を組み上げちまうから、土地は枯れ、空気はよどみ、花も咲かねえ。嫌なら町を出ればいい。ああ、俺はそうやって生きてきた。けっ、自分は強いって自覚があるならもうちっと他人の弱さに寄り添ってみねえか。列車と同じ、しかめたルールには逆らえないんだ。
り前。お父さん。ただいま。お帰りなさい。怪我なんてないよ。大丈夫だったか。よかった。よっしゃーよし全員無事帰還作戦大成功っす星を救うでっかい初めの一歩だうんお前らピーヒャラ喋るんじゃねえ捕まるぞクロペうん次の作戦まで自由行動最高にうまいもんでも食っとけアジトでな忘れたか店の名はセブンスヘブンティワに顔を見せて安心させてやれしました今後の列車の運行については明日の朝以降連絡が入り次第お知らせしますこのバーガー用意一緒にやる金のためじゃなく人のために店を開けるってな一晩中でも臨時営業しないとあなたもあの子はちゃんと引き継いだわ8番街から帰ってきたヤツにはサービスするマコール壊れちゃった揚げたてマルケのフライと揚げたてマルゴトマルケのフライってどっちがいいですね両方とも味付け済みの加工された食材よ違いなんてないわんウォールマーケットで経験したとびきり甘いのが忘れられないんだうちじゃ無理だよ代わりに一番きついのはないボールマーケットが受験したすごかったんだぞ何言ってんのプレートとスラムの差があるのはマコールのせい爆破の犯人を探して八番街、瓦礫で道が塞がっちまったよ、はあ、魔鋼は星を巡る地って言われてもな剥がしても剥がしてもすぐ元通り妄想じみた主張はともかくしつこさには頭が下がるよ見ろよあの美しい鉄骨たまんねえなおい、あんた、どうした？魔鋼中毒かよ。またあいつか。すすまみれ、粉塵まみれ、おまけに疲れてドロドロだ。待ってろシャワー俺はとにかくご飯ご飯
ジェシーは？うん、今日の反省かな。危険、ゲート不具合によりモンスター多数滞留中。この先に用はない。戻るか。この先はモンスターがいて危険だ。帰りな。あの現在緊急事態につき、こちらは通行禁止になっています。すみません。もっと堂々とせんか。はい。休みでよかった。仕事どうなるんだろう。きつい。みんな避難できたの？ビルまでの移動が困難な方はお近くの審査員に声をおかけください。ロビの市長はプレジデント審査と共同で緊急事態宣言を発表しており、なるの？どうして爆破されたの？職を挙げて被害に遭われた方々の職場があるんだけど、信じらんねえ。早く火を消せよ。昨日言ったばっかりだ。ティファちゃんと飲みてー。かわいい。あ、マリただいま。お帰り。あ、いい子にしてたか。うん、ティファと遊んでた。おー、そうか。よし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 。お疲れ様。うん。それどうしたの？ああ、本物でしょ。珍しいね。え、意外だな、クラウド。こんなことするんだ。5年ぶりだ。少しは変わるさ。え？バレットに話がある。うん、入って入って。マコーロが爆発したんだよ。ずっとニュースばっかりなの。マリ、父ちゃん今夜はもうどこへも行かないから、テレビ消して念念しような。ああ。てめえ！バレット、あれに何しやがった！知らない人とは喋っちゃダメって。え？偉いぞマリ、父ちゃんとの約束忘れなかったな。偉い偉いぞ。じゃあお休みの時間も守らないとな。父ちゃんとお話しする。特別だぞ。あ、そうだ、ご飯食べる？いや、報酬の話をしたい。あ、そうだよね。あのね、クラウド、ちょっと外で話そう。死んだ人はちゃんと星に帰れたかな。ああ、お金の話の前に聞く？この近所にね、アパートがあって部屋が空いてるんだ。しばらくそこに寝泊まりしない？大家さんが私たちの活動に好意的なの。家賃はタダ。ああ、助かるよ。じゃあこっち上、どんな感じだった？まあ、
混乱していたな。魔法炉が爆破された瞬間、ごめんね、巻き込んで。軽率だったって反省してる。俺のことなら気にするな。これは仕事だ。うん、分かった。シンラを憎む気持ちも分かる。何かしなきゃっていう。バレットたちと揉めなかった。ああ、向こうがどう思ったか知らないけどな。そう、心配だったんだ。クラウドは喧嘩ばかりしてたからね。そうだったかもな。番外、映画みたいだった。ニュース番組もシンラが作ってる。奴らは平気で嘘も垂れ流す。じゃああれも嘘だよね。マコールって燃えるの？そっか。ここなの。名前は展望層。部屋は2階ね。この201号室が私の部屋。でも大抵店にいるからここは眠るだけ。何もなくて恥ずかしいくらい。この202号室が空いてるの。もちろん大家さんにはクラウドのこと話してあるからね。なんて？なんて？ああ、同郷の友達が部屋を探してるってそれだけ。まずかった？いや、いいんだ。そっちは？そこは遅いから明日になったら挨拶しようか。とりあえず寝起きするだけなら大丈夫だよね。必要なものはおいおい。ああ、金が必要なんだ。約束は2000だよな。何でもやクラウドの初仕事だから気持ちよくポーンと払いたいんだけど。 500？ 作戦の準備で物入りだったから今アバランチにはお金がないの。でも心配しないで、明日集金すれば確実に払えるから。当てにしていいんだな。集金を手伝ってくれたらね。あれ？あ、これはまた別の依頼になるのか。いや、いい。最初の約束の2000で手を打とう。つまりあと1500だ。助かる。じゃあ明日お店でね。今日はいろいろありがとう。おやすみなさい。203か。おい、大丈夫か？開けるぞ。
クラウドやめて。部屋に戻ってろ。離せ。様子を見るように大家さんから頼まれてるんだ。クラウドもお願いね。ああ。